はい、皆さんこんにちは。今日はですね、2020年の4月27日ですね。今ですね、新型コロナウイルスでまだ感染拡大、まあ、だいぶね、ちょっと一時期の凄まじさよりかは収まってきた感じかなというところですね。いろんな非常事態、緊急事態宣言ですね、出されて、やっぱりこう外出を皆さんされなくなって、まあ、だんだんこう数字に出てきたんかなとは思うんですけど、まだ予断許さない状況ということです。はい。で、今ね、うちの本業のホールドの方がですね、かなりこう出荷なんか忙しくて、まあ、多分今だけだと思うんですけど、まあ、バタバタしてます。はい。今、午前中のなんか品出しというかですね、が一段落して、今度午後から作り込みかなというところで、なんせですね、一人でやってるもんで、もう本当バタバタしますね。はい。で、そういったことで、バタバタしてるんで、今日も原稿なしで、やらせていただきます。すいません、ちょっとダラダラなっちゃってですね。で、今日のね、お題がというかですね、タイトルが、ボルダリングジム無料でも欲しくないと、ちょっと過激なタイトルをさせていただきました。というのがですね、まあ、今現在何件かですね、ボルダリングジムが、売りに出されているという、まあ、うち宮崎に住んでるんでネットだけの情報なんですけども、ちょっとその価格とか詳細なね、取引条件とかそういうのちょっとわかんないので、まあそれを語るのはあれなんですけど、元ね、私ボルダリングジムを経営してまして4軒経営してて、今経営はしてないんですけども、その、経験から言わせていただくと、現在のね、ボルダリングジム、今新型コロナウイルスで休業という感じのところが多いんですよね。ウイルス で、休業中となった時に、まあ私ね、全然お金ないし、もうそういう買いたいとかそういう興味はないんですけども、まあもともとねそういうボルダリングジムを、運営してた側から言わせてもらうと、このね、新型コロナウイルスの問題がね決着しない限りには、多分ね買いたいっていう人はなかなか現れないと思うんですよね。というのはまあ今のところね、5月の6日までっていうふうにはなってるんですけど、2020年のですね5月の6日まで、一応、多分休業の要請という感じなんですけどね。ただ、じゃあ5月7日になりました、はい、お店開けますかって言ったらちょっとそれ怪しいっていう状態ですよね。今なんか報道とか聞いてると、まあもうちょっと延長になるんじゃないかっていう感じで、まあ多分次は延長になるかなっていうところなんですけどね。で、まあそういった状態で、じゃあ次の次も、例えばこれから、6月の1日か2日ぐらいまで延長になって、はい、またその6月の4日とか5日ぐらいから、経営できますかって言われたら、それもまた、うん、怪しいっていう感じで、どこになったらね、開店できるか分かんないっていうところなんですよ。はい。で、まあ今休業してて、でまあかかってくるのがまあ家賃ですね。あとはまあ人件費は多分ね、もういろんなあれの人たち、スタッフさんたちもいなくなってるんじゃないかなっていうところもあって、ここはまああったりなかったりするんじゃないかなと思うんですけど、あとはまあ、自分の生活費ね、これもバカにならないですよね。まあ、あと光熱費のこのまあ基本まあ動いてないので基本料金じゃないかなと思うんですけど、これもかかってくるんですけど、これはまあ
いろいろ猶予とかされるんじゃないかなと思ってて、これはまあ、今現状ではかかってないんですけど、後から多分請求が来ると思うんですよね。またこう猶予はしてくれるけど、まあ使った分は支払いは来るんじゃないかなっていうところですね。でこれね、エアコンとか入れてると動力電源っていうのを使ってて、でこれが200ボルトで、普通100ボルトの電源なんですけど、200ボルトの電源が、入ってくるんです。でそれはね、すごく基本料金も高くて、余裕でね1万円超えは全然してきますよね。うん、結構高いですねこの、基本料金だけで。普通の家庭用の、一般家庭用のやつでも、こういうジムとかで、元工場とかだと、内側だったとかね、90アンペアとかあったかな。普通の住宅って15とか30とか、まあ、あるとこでも40ぐらいかな。うん、アンペア数って。多分、30アンペアとかなんじゃないですかね。うん。これが余裕で90アンペアとかで、なんか元栓とかね、なんかこう親指の太さぐらいのすごい太い配線が入ってたりするんですね。まあそんな感じでバカ高いんですけど、こういうのの後からね請求も来ると。で多分家賃もね幾分猶予したりとか補助があるんだけど、まあ多分ねうちの宮崎でいうと10万までとかってなんか上限があったりするんです。で、このね家賃が20万円だと10万円は払わないといけないわけで、まあ毎月10万円ね、何にも生み出さないところに払えるかって言ったら払いたくないですよね。はい、でそれがまあ何ヶ月続くか分かんないっていう、はい、この恐怖ですよね。なので、私のところから言わせてもらうと、もうこういう、なんかな、費用だけかかるけど、いつになったらオープンできるかわかんないものに、契約したくないですもんね。はい。多分ね、手はなかなか上がんないんじゃないかなと思います。ただまあ、すごくお金持ちの方がいらっしゃって、とか、クライミングに理解を示される方がいて、でまあ、買ってもいいっていう人は出てくるかもしれないんですけど、まあ普通のね、ビジネスの観点してる人は、ただでも多分絶対買わないと思います。はい。ただね、費用だけかかってきて、回収がいつになるかわかんないって、もう恐ろしいのでですね。はい。まあそういう感じです。はい。で、まあこのね、新型コロナウイルスの問題だけね、ここだけ、とにかくクリアされたらね、値段はつくと思うんですよ。はい。これだけね、なんとかかんとかクリアすることができたら、ね、ある程度こう、もともと高価なものだからですね。うん。いくらでも、買いたいっていう人は現れると思うんですよね。だからいつオープンして、いつお金が入り出すかっていうところがポイントで、だからもうここがね、解決しないことには、まあ価格は多分つけようがないっていう感じかなと思います。はい。なのでそうですね、なんか今もう片付けたいとかって思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、多分ね売りに出してもなかなか手は上がらないと、こう今さっき言った、まあ費用はかかる、毎月こうかかって、その固定費はかかるけど、いつになったらこう収入が入ってくるか分かんない状態では、まあ、まずまず売れないと、はい、そう考えた方がいいと思います。で、私が思ってるのは、その片付けたいっていう人がその今売りに出されてて、無駄な時間をね、経過させてしまうっていうのは、あんまり良くないかなと思ってて、はい、なのでまあそういうところで、もうちょっとね、こう、この営業ができる状態だったらね、誰か買いたい人っていうのをね、募ってやられるっていうのは本当にいいと思うんですけどね。今、現状、コロナウイルス、この今の状態では、うん、逆に時間がかかってしまって、逆にこう、傷口広くなっちゃうかなって、もうさっさと片付けた方が早いかなと私は思います。はい。店4軒潰したね、経験から言わせてもらうと、
そういう感じですね。はい、まあ、なんかまあちょっと参考にしてみられたらいいかなと思ってます。はい、そういうお話でございました。ありがとうございました。